ジャーク。多くね？寿司ラーメン見てる方がいい。じゃじゃーん。これだけ。はい、皆さんこんにちは。HIDCH ヒデです。はい、今日はですね、こちら、デーデン、マンフロットというブランドのですね、PL3N1-35、スリングバックパックというカメラリュックになります。ちょっと高級品なものにはなるんですけれども、まあ高いだけあってですね、まあよく考えられてるなと。というところがまあ第一印象でした。このリュックのですね、細かい機能をちょっと紹介していきたいなと思います。まず一つ目、こちら、デーデン。これリュックっていうことなんですけども、まあ肩紐どこにあんのやという話なんですが、今ですね、このキャリングバッグにつけれるように、キャリングバッグ仕様にしてますので、今すべて収納してる状態になってます。で、こちら、まずは腰ベルトですね、こういった形で取り出しができます。これはあの肩紐つける部分になりますね。で、腰ベルト、こっち側もこれが肩紐つける部分と、よっ、じゃん。はい、これで今腰ベルトが出てきました。ここ特に収納はついてません。肩ベルトなんですけど、ここ、わかります？ズルズルズルっと。こんな形で、出てきましたね。こっちも、ズルズルズル。はい、こんな形で。で、この肩ベルトなんですけど、さっきあった腰ベルトのこことつなぐんですが、これがまたね、よく作られてるんだ。はい。こっちの肩紐をこっち側のこの部分に取り付けをすると、実は、今これちょっと長さ合ってないですけど、こういった形で肩分けもできるようになってます。で、これ私一番このバッグで気に入って購入したんですけど、前にバッグを持ってきて、ここのチャックを開けると、これわかります？こっからですね、荷室にアクセスができるようになるんですよね。なんで、この状態で中身が触れるっていうところが一番大きい特徴です。で、さらに普通のリュックとしても使えるんですけど、もっと荷物が重いとき、肩結構痛くなりますよね。で、そういった時のことも考えられていて、これ今左側の肩なんですけど、これを右側につけて、右側のこれを左側にこうやってつけると、なんとですね、これ真ん中でクロスしてこういった形で持てるようになるんですね。で、これすることで肩への負担も少ないし、重量もかなり分散されるので、結構ホールド感も強くて、横にも触れにくい、すごい安定した持ち方ができるっていうのも一つの特徴みたいです。で、それ以外の特徴のところですね、簡単にさらっとちょっと説明していこうかなと思います。まずですね、先ほど荷室に直接アクセスできるポケットがありますよということだったんですけども、それとは別に、この上側、ここを開けるとですね、ちょっと深さは浅いんですけど、一応ポケットになってます。どちらも同じような仕様で、左右にポケットと扉があります。それと、ここ、チャック2種類あるかと思うんですけど、この後ろ側、ここがですね、15.6 インチまで一応対応したパソコンが入れられるようになってます。このマンフロットのリュックですね、なんか必ずチャックのところにこういったものがついてまして、これを外してチャックを開けるような形になってます。で、中にはですね、なんか変なの入ってるな。はい、中身がですね、結構分厚いクッションが中入ってて、一番底までノートパソコンとか入れれるようになってます。で、次、この頭のところのこの赤いチャックのところですね、ここ何かっていうと、ここ頭がパカって開くようになってます。これ上からアクセスできるような状態になってるんですけど、ここチャック付きの浅めのネットと、ここの裏側、じゃん、こっち側もちっちゃいポケットがちょっといくつかありますね。これペン入れと、多分携帯かな、バッテリーかな、まあ入るような大きさのポケットがついてます。中のこの底なんですけども、なんかこれ見えるかな、はい、これチャックついてるの分かります？で、このチャックがこう一周ここ回ってまして、ここチャックで外すと、このネットが下側へパタッと倒れて、この高さ方向にですね、全部貫通した状態にもできます。わかりにくくてごめんなさいね。はい。
はい、そして前のここもう片方開いちゃってますけど、両方開けると、はい、この底面までのポケット、この高さのポケットになってます。そしてここ前のこの部分、ここなんかロックついてるんですけど、これ外して、こっちも外して、ここチャックついてるんですけど、これを開けるとじゃん、これで荷室の方にアクセスができるようになってます。で、この荷室なんですけども、このクッションはもう全部純正でついてるものですね。まだ何にも仕切りいじってませんので、こんな状態で収納できるようになってます。で、ここサイドからもアクセスできるようになるということで先ほどお伝えしたんですけども、実はここなんかまだロック止まってますね。で、これを開けてあげると、じゃん、こんだけですね、ガバーって開くようになるんですね。これすごくないですか。この設計思想に私びっくりしたんですけど、もうほぼほぼ開いちゃってる感じですよ。これ実はこっち側も同じで、こんな感じでリュックが開くんですよ。これまあここまで開くことないんですけど、こんだけ開放的に使えるリュックってなかなかないかなと思います。で、まあ基本的にはここ前を開けて荷物を整理するか、サイドを開けて荷物を取り出すかっていうことなんですけども、まあ中のですね、清掃もしやすいし、物も整理しやすいということで、使い方によってはですね、かなりいいものなんじゃないかなと思います。で、それ以外の付属品としてこういった形でこれついてるんですけども、これじゃん、リュックのカバーになってます。撥水カバー。そしてこれ裏側見るとじゃん、はい、これ多分日よけなのかレフ板に使うのかちょっとよくわかんないんですけども、こういった形でですね、両面使えるようなレインカバーになってます。それと三脚を入れれるこういったアタッチメントもついてます。これどうやって使うのかというと、ここに三脚のマークあるんですけど、ここの左右のこの部分にこうやって間違えちゃったよ、こうやって金具をかけて、この中にこのまたバンドが別についてるんですけど、ここにこういった形でぶら下げれるようになってます。で、ここにですね、三脚の足を突っ込んで、実はこういったバンドがついてるんですけど、さっき付属してたバンドをここに通して、ここを縦にですね、三脚を固定するような使い方ができるようになってます。マンフロットのカメラ用リュック紹介していきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、もしですね、ちょっと説明足りないよとかいうことあれば、まあ、下のコメント欄の方にですね、ちょっとご質問等いただければなと思います。下の概要欄のところにですね、これの製品リンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日の動画ここまで。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。